はぁ、え、こんばんは、ハルケです。今回は、グレイツ・オブ・ザ・ゲーム、チーム2が開幕したので、パクを引いていきたいなと思います。まあ、チーム2、かなりね、人数が多くなってますので、ぜひ誰か当てていければなと思います。まあ、アイコン選手がね、非常に多いですし、大当たり選手もめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思いますね。じゃ、それでは、行きましょう。今回は59パック。まあ、全部引くかどうか、ちょっとわかんないですけれども、マジでいいパックあるよ。87×2、86。まあ、ここら辺もいいパックだし、目標でね、結構 83×20 とか、84×20 とか、ほら、ここのいろいろあるから、マジで一人当てたい。マジで一人。あれ？被ってる？あ、ベルシルか。ベルシルか。ちょっと被ってましたね。行きましょう。頼みます。さあ、お願いします。まずは、スモールゴールドパック。ああ、オッケーオッケー。ここら辺はもう全然全然。なんのあれもないよ。なんのあれもないよ。うん。オッケーオッケー。あとはやっぱり演出ね。そう、演出を見たい。ヒーローもアイコンも。まあ、ヒーローは多分テベスが一番値段が高いんで、テベスちょっと狙いたいけれども、まあどうなんでしょうか。まあ、あとはハズレっていう風になったとしても、ちょっとアップグレの期待値が高い選手が欲しい。あ、デヨングだ。いいね、デヨング、ナイス。まあ、でも多分ね、ユーロとか、コパで激アツな国の選手しか来てないんで、まあ、言っちゃえばみんなアップグレの期待値はある。まあ、高いかもしれないですね。まあ、その中でってのあるよね。フランスとか。まあ、でももう、どこが勝つかもうわからんもんな。ポルトガルとか、結構熱そうな感じするけど。どうなんだろうか。イタリアもね、まあ、あるんちゃうかなと思ってますんで、ピルロ、デルピエロ。あたりは全然当たり枠に入ってきますよね。ブラジルはやばいね。ブラジルは多分めちゃくちゃやばいわ。てかもうすでにアップグレされてまんがな。早いって。うん、彼らもう98なってまんがな。多分やばいだろ。まあ、てかもうアイコンのブラジル人に関してはサイドのアップグレが受け入れましたよね。うん、ロナウド、ロナウジーニョ、リバウド、あたりか。まあ、ロベカルとかもそうかな。能力プラス1上がってやから。やばいでしょ。早すぎるわ。選手のコナデとかメンディーパターンだ。より程度とか変存在になってまうから、ブラジルアイコンは。だから当てたいね、ほんまに。当てさせてほしい。当てさせてほしいな。こんなんでアイコンの S バーン来てブラジルって来たらやばいやろな。マジでブラジル人は全員大当たりちゃうかな。まあ、ロベカルは自分はあんまやけど、まあ、ロードが長いな。ブラジル人詰めてくれてるかな、この間に。大丈夫これ。最近ちょっと、まあ、最近でもないな、もう今作ずっとか。重い、このロード画面のところが。何をロードしてんねんと。パーク引いただけで。もうすっごい、もう、イエスはサーバー、強化してほしいもんですわ。はい、すいません。行きましょう。ちょっとイエスさんがね、怒ってるわ。なんで怒ってるのか知らんけど怒ってるわ。ロードが長いのよ。もうここほんまに、頼むよ。あ、サッカー。ありがとう。ウォークアウトマジナイスやな。まあ、今週1週間はね、ちょっと素材も必要な、まあ、ちょっとため時な感じはしますんでね、個人的には。まあ、ちょっとできるだけやっぱ高齢と抱え込んでいっときたい感じはあります。さあ、どう？まあ。84プラスからかな、期待できんのは。83、20、
以外は基本的には84。ここら辺はいいねいいねいいね、いいよいいよ、これいこうこれいこう。 81×2 赤。スペインもでも結構熱いよ。まあでも意外と値段が安いんだよね。トーレスとか50万ぐらい、結構安いし、シャビとかシャビアロンスなんかね、もう本当にすごくお手頃価格になってます。ほらここら辺やばいっしょ。ほらあ、これあるよこれあるよ、これいけるよ、これ一回挟んどうか。でも83やもんな、マジでこれ厳しいよね。絶対ストーンズ。あ誰、あ女子か、ブライトね。ユーロ期間は少しこう女子選手を忘れさせてくれますね。なんか本来の FIFA に戻った気がしますけれども、レアメガ行こうか。レアメガ83以上1人確定です。わのん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 の、まあもうほんと特殊カードはね、アイコンヒーローしか今週はないので、当たる確率どうなん、ちょっとそれ気になるな。当たりやすいの、なんか当たりやすい感じはしなくもないよ、やっぱこれだけ安いと。どうなんどれが、あジャンボレア選手パックプラス、おお当たりやすいか、ちょっと当たりやすい、ちょっと当たりやすいぞ多分これ。えちょっと当たりやすいと思うな、これまでのイベントの中でもなかなか当たりやすいんじゃない。なんか強化されたジャンボレアで 3% 近かったっしょ。え当たりやすいんじゃない普通に。あキミヒありがとう、キミヒマジナイス、これ当たりやすいかも。あるぞあるぞこれマジ、頼む頼むぞ。まあレート制限のパックはすごく期待してます。うん、すんごい期待してるよ。いろんな目標やってね、獲得した。そういうパックですから、ほんまにこれでやってたい。レアメガ最後。もうレアメガ、なあこれ。レアメガこれ。あかんあかんあかん。あかんあかん。こんなあかんわ。まあ、消耗品獲得できたっていうことで、ナイスです。ね、あと、ラベルと、キミヒ。ありがとう、ウォーカーズね。素晴らしい。これ何これ、レンタル選手パック、いらんくないですか、言いますこれ、今の時期これいる、プレミアムレンタル選手報酬パック、初期でもいらんよ正直ね、初期にもらってもこれいらんのちゃうかな。うん、いらんな。まあコインでかいね、342コインありやす、でかい、これ一番でかいから、このコインが。こっからちゃうか、こっから全部熱いんちゃう、ほら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 来た、多分コパの方がやっぱ熱いんで、ブラジルがいるから。トップユーロから引こうか、トレフか、うんまあ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 、フランセンターバック、あルナールだ、女子だ、マジありがとう、いや素晴らしい。いやルナールおらんかった、死んでるけど。オッケー、行こう行こう、全然いける、なんかいけそうな気がするぞ。でもまだ45パックあるからね、でこれを引くも引かないも自分で決めれるからね。ここでやめといたろうかなっていうのも、ルイコスタじゃん、ありがとう、ポルトガルスカットの時はありがとう、ほんまにゲロ吐きながらポルトガルスカットやりましたけど、誰もおらへんね、ほんまに20試合の中で3人ぐらいしかおらへんかったぞポルトガルスカット、ありがとう、使ってました。ルイコスタ来た、なんやこの並びは全員。
よしよしよし、まずは演出来ました。隔離席にはねアイコンの方が当たりやすいんですけど、先にヒーローが来てくれました。ほらやっぱこのパックあるぞ。で、コパアメリカでしょ。あ、これもあります。85プラス、これ多分目標かな、シーズン目標ですね。これやっぱあるんちゃうの。あーノーノーノー、イングランドセンターバックシェルシーブライト再び登場。何回くんね。あ、オッケーオッケー、ナイスナイス、いいよいいよいいよ、やれてるよ、やれてんじゃん。アルティメット行こうかな。アルティメット84以上確定。ベルギー、お、クルトワじゃん。もう一人来い、ウォーカート、ただ一人、オッケー。あー厳しい。ただありがとうクルトワ、ありがとうありがとうな。もう全部84とか普通にありえるから。あーカスティール、頼みます。ルイコスターだけで終われへんしょ。正直かなり当たりやすい方やと思うよルイコスター。え、こんなん出んねやっていうのが欲しいよね。 83×3 名です。うん、 OKOK、 84以上だから今回期待してるのは。あ、ドンちゃんベリンガム、素晴らしい素晴らしい、ありがとう。マジウォークアウトはほんまにないっすよ、ほんまにないっすよ。さあ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 、こちらに戻りましょうか。あ、これは CF やな、ジャンボプレミア。ちょっと裏のこの底まで、ブラジル呼び寄せていこうよ、呼び寄せていこうよ。うんうん、全部クイック。この8500コインがもうすごくすごくありがとう、すごくありがとう。こっからだから、ちょっともうちょっと、うん、ここら辺を損ないから。なんでこういうパックが後ろに控えとんやっていうね、そんな感じはしますんで。あ、ムアニじゃん、ムアニメイクヨアマークで全然こうへんかったけど、これを渡せ。デザイン取れたらすーきょる、金になった途端にすーきょる。アルティメットスモールプライムね、オッケーオッケー、全然全然これは当たらん。こんなんで当たったらもう、こんなん当たんのかな、ほんまに。何百回と引かなあかんじゃん、マジで。だからもうほんまに当たりません。レアゴールドも微妙やな、多分な、あんまり当たらへん。ポルトガル、あ、ジョタね、ジョタはありがとうよ。うん、オッケーオッケー。まあレアゴールド意外といい時もあるけど、初期はね、良かった感じはしますけれども、もうこの時期だったらそんなにいらない。レアゴールドいきましょう。ただトレカなんでワンチャン、フランスセンターバック、アーセナル、サリバかな、サリバかな、あ、サリバだ。こうこうでね、よしよしよし、マジこっからあるぞ。よしよし、ルイコスター、いや、アイコンやな、やっぱりアイコンみたいね。アイコンの演出をお願いします。残り36パックです。これはいらないんで、いらないっていうか、そのアイコンとかヒーロー出ないんで、ちょっと先引きますね。ゴロビンだね、オッケーオッケー。もうこんな見てられん、素材素材、ごめんなさい、完全に素材です。これバケモンやな、これバケモン、なんやこれ、なんなんこれ、きっといね。95プラスとかにしてください。さあお願いします。ジャンボレアはまあ期待できんから
あ、行こう。デブライネ来い。デブライネ、クルトワかぶんな。うわ、おらへん。クルトワか。オッケーオッケー。まあそんな感じはしたよ。うん、ウォークアウトはない感じはしたよ。来へん来へん、そんな。どっちかとかじゃないから、どっちも来てへんから。メガパック、メガパックまあまあかな。おっと、デブライネ、クルトワ、お、お、あ、オッケー。すっごいわやっぱり。まあまあここら辺かな、ここら辺かな。うん、いらない。そこまでいらないこれは。で、あとはクイックかな。いやーちょっと頼むぞマジで。ちょっと冷凍制限のあるパックに向けてできるだけ運を貯めておきたい。メガパック、うん、まあまあまあ当たんない。モドリッチ来い、モドリッチ。メガパックでモドリッチは熱いよ。ブロドミッチです。当たらんねー。アンカーハンターでかいね。アンカーハンターでかいよ。アンカーハンター、よしよしよし、行こう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 。コインはね着々と溜まっていってます。クイックしてるからね。ジャンレア行こうか、ジャンレア行こうか。メガパックようあるな、メガパックがようある。まあ消耗品ありがたいね。選手パックだけ引いてるとやっぱりなかなか消耗品は、うん、ここありがたいですね。あ、ドラフト来た、ドラフトトークン。お願いします、お願いします。ちょっと頼みます、頼むぞ。いけるよな。ジャンレア行こうかな、そろそろ。ジャンレアトレカ2つ。これも多分 CF ちゃうかな。オランダ大工来い。キャム、あー、あの女子選手だ。 ルードみたいな人やったかな、た確か。うんうん、厳しいな。ジャンレアが厳しいですね、なかなか。これはじゃ、まあジャンボレア、まあ、たら ほんまにだから冷凍制限が期待できるわ。残しては、残してありますから。ここら辺もすぐ処理しよう。最高の戦車が一つのパックに。おお、来た、ジャンレア、ジャンレア。もうええて。安いっしょ。カンポスファンの方はごめんなさい。本当に。ね。カンポスファンの方は本当に申し訳ない。ごめんなさい。やけど、強くないだろ。もうすぐろ、すぐ打ったろ。3万やて。まあ、でも3万でかいか。2万9000で売ろう。身長 170cm のキーパーやからね。こっちの方がいいでしょ。そんなことも。で、このキーパーの方より身長低いからね、カンポスは。不安です。不安です、すごく。すごい不安。キーパー選手としてはね。170もすごいよ。俺より大きいからね。まあ言うても。ただキーパーとして見ると、ちょっと厳しい。あれでもヒーローの方が当たっとるな。カンポスルイコサ来ました。おっ、来た、ルイコ来た、あっ、シャビ、シャビだね。いや、やっぱ当たりやすいんちゃう？ほら。しかもシャビは10万ぐらいします。これ取れか取れか。マジ？いや、来た。当たりやすいぞ、やっぱり。当たりやすいんちゃうの？ほら。アルティメットナイス、マジで。アルティメットジャンレアと、ちょっとそこまでこれまでね、
あんまりだったパックたちが火吹いてます。ありがとう、ありがとうな。スペインやれるよな、いけるな、まだ裏んとこ頼むぞ。でニャブリ、オルバ、オルバもよう来る。いやいいね、当たりやすいんやな、やっぱ多分相当みんな安いもんな。いやナイス、レート制限行く前に一回出よう。うん、一回ここで出るのが大事だから、一回出よう。このままね勢いで行ったらもう飲まれてまうから、完全におかしくなる。残り28パックです。アルティメット行きましょう、もう一度。 OK、 全然いいっす。女子ね84でしょ。もうさっきシャビを引いたパックとは思えないですよ、同じパックとは思えない。このキーパーは何センチだい？ 180 だ、うん、でかいな。女子で180ってでかない？ちょっとでかいな。びっくりしてまう、びっくりしてまいます。さあ多分アルティメットとかそこら辺関係はなくなったんじゃない？あ、なくなったかもしれないですね。ここからです。ブラジルアイコンお願いします。コパアメリカネーションズ、トップユーロ、コパアメリカ、そうね、83プラス5名いきましょう。コパアメリカです。全然いいっす、全然いいっす。そんなもん、そんなもん。まずは一つ目そんなもんよ。ラウタロナイスで、こいつはようひょるぞ。ロドリゲスは、ロドリゲス省いてくれ、頼むから。ロドリゲス以外でなんとかこう確率をやってくれ、こいつ省けマジで。うん、全然いいっす、全然いいっす。ナバスね、ナバスね、ナバスでしょ。85かな。いや全然いいよ、全然いいよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ディマリアもちょっとよう来るぞ。アルゼンチン、サネッティ来い、サネッティお願いします。サネッティもまあ安いもんね。コパアメリカ、ブラジル来い。あーノーノーノー、でも演出来たらマジ熱いから、多分アリソン、エデルソンだ。ありがとう、ありがとう、エデルソン。ここがほんまに、ここがほんまに。アルゼンチン、サネってお願いします。よう来てるからね、よう来てるからお願いしますね。いやこのコパアメリカのパックで一人は引いときたいな。なんかブラジルとまではいかんくてもね、ブラジルとはいかんくてもちょっとアイコン、ジャマイカ ST って、ジャマイカ ST って誰？ 83 以上でいる？あ、ショーか。おい、もうこいつら省け。あ、ちょっと待って、2連続3人一緒ですよ。あの家さん、3人同じ人2回来てます、連続で。確率おかしいんちゃうか、さすがに。トレカ、トレカやな、トレカです。もうトレカが厳しいと思うね。アルゼンチン LB、 アクーニャだ、アクーニャありがとう。一番最初のラウタロが当たりやったな。あ、ナイス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 、ありがとう。あ、デイビス高いぞ、高いか、高いか、デイビス、んーな、高くないな。初期やったらもう大当たりやったね、初期やったら大当たりやった、デイビス。まあ今作最初からずっと強いよね、デイビスは。ほんまにマジで理不尽なスピードと突破力があるから、最初に持ってたら本当に楽です。まあ来作もそうなるでしょう。これでかいよ、
85プラス。一旦残しとこうか。一旦残しといて、さっき 84×2 いきましょうか。残りもう21パックよ。やばいよ。全部引いてまう可能性あるぞ、これ。頼むぞ。どうなってんだよ。どうなってんだ。これは。おかしいぞ。いや、全部引く、これ。絶対多分被ってくるねな、そろそろ。そろそろさすがに被ってくる。あ、これいこう。トップユーロ。来た来た来た、アイコン来た。え、誰？あ、アーノルドだ。あ、あ、ウラ、ブラジルもあるぞ。これブラジル、あ、じゃないないない、ユーロ誰誰、ユーロ高いの誰？あ、デルピ。あ、トーレスだ。トーレス来たー。よしよしよし、50万弱か。これはシャビも当たったし、トーレスさんありがとう。いや、もっと強くしてほしかった感じはするけどね。いや、ありがとう。これスペインはマジで頼むぞ。なんかもう完全にスペインに、なんかもうすっごい来てるわ。スペインがすっごい来てるわ。押し寄せてきてるわ、無敵艦隊が。いや、でかいな。てことはこれも期待していい？ブラジル？てかまず演出やな。演出来たらマジ熱いと思います。頼む頼む。赤アメリカ？誰？あー、ネイマール。ネイマール素晴らしい。ネイマール、いやー、ブラジル、いや、でもやっぱ結構当たりやすいね。結構当たってると思うね。だから過去一に当たってんじゃない？イベントこんな 84×5 いこうか。なん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 。ただブラジルアイコン、おい、すごいなー、かぶりが。ブライトもよ、何回来てんのこの子は。この子って言ってごめんなさいね。何歳でしょうか。あ、すごい年上です。もうすぐクイックしよう、怖いから。すごい年上でした、ごめんなさい。ブライトさんお願いします。 85×2。 サカね。オッケー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 。ナイス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 。多分かぶってへんね。多分かぶってへんですね。え、サカかぶってる？マジ？わ、ちょっと溶かしてきます。はい、溶かしてきましたんで、サカね、マイクラブに送ります。で、ピックをね、作りました。アイコンピックですね。まあ今作1回もまあほぼ当たってないんで、まああまり期待はしてませんが、グレイツオブザゲームの選手引ければなと思います。さあ、はい、次行きましょう。全部バースデーです。 GO! スイコもスイコなかったことにしよう。全てを無に来そう、今のは。まあアビリーでかいけどね、現状では当たり、大当たりとはいかず。全部バーセだぞ。 GOTG とか何にもない。さあ来い。まあ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 。ロドリゲスよ、おるな、ほんまに。こいつはほんまにマジでよう来る。まあここは SBC で解いたやつなんで、そんなにです。まあこれで当たったらもう特に当たっとるわっていうね、もっと当たっとるわっていう感じになりますんで、こっからですね。かなり期待値を持っていきたい。もう一人と
思っております。 85×2 名いきましょうか。赤ドイツ、クロース、クロースでしょ、絶対クロースだ、ほら対クロースやから、ドイツはクロース。もう一回 85×2 かな。あったよね。よし頼む、トリュフか。あ、ロード長いぞ、赤絶対コーベル、100コーベル、オッケー。キーパー2人が来ましたよ。あれ今女子の方キーパーやったよね多分ね、わかりません。次行こう、83。おーおーおーおお、ほら 83×20 が3つもあるよ。うわこれ引く、15パック残り15パック全部引かんとこか。カブって素材に溶かすのもったいないもんな多分。うん、ちょっと折り合いつけましょう今回は。うわどうしよう、85×3 いこうか。よし、アイコンスペイン、あちゃうちゃうちゃう、よし、いい魂、いい魂やぞ。フランス来い、フランス、フランス、ブラジル、オランダ、あ黒い、フリッ、一瞬フリットか思ったけど、ライカールドありがとう、一瞬フリッって思ったよ。オランダでちょっとねこう威圧感がある黒みがあったんでね。うん、いやライカールトもありがとう、素晴らしいですよライカールトも。いいね、当たるぞ、当たってるぞ。アイコンパレホの騙しが良かったね今回は、素晴らしい。 83×20 いこうか、ここで一回見せとこか。はい頼むぞ頼むぞ、次行こう次行こう。こんなあかんわ、こんなもん飽きません。20名入っとる、おおでもすごい、トップモドリッチでフロームス、フロームストレーフかやったよな、せやなクイックやな。もう一回ほが、もう一回 83×20 引いて、あのあかんかったらもう 83×20 はやめましょう。うんお願いします、アイコンオアヒーローで、赤これはもう赤、あ、チリのキーパーだ。女子選手だ。多分。まあ、恒例とは、めちゃくちゃ。ハンセン久しぶりじゃん。うわ、被ってるやん。むちゃくちゃ被ってるやん。ちょっと、コーベル、むちゃくちゃって被る。おい被りすぎちゃうんか。ちょっと、溶かします。はい、こちら溶かしましたんで、マイクラブに送ります。で、TOTW のピックですかね。3つ、作りましたんで。これをちょっと引いていって。まあ、TOTW、TOTS ね。やっぱ、いりますんで、SBC で。ちょっとこれを、素材として貯めておこうかと、思います。さあ、行こう。まあ、全部は引かんとこかなって、思います。まああと2パックぐらいに抑えとこうかなと思いますね。ちょっとかぶって8384とかクイックも若干もったいなくなるし、毎回溶かしに行くのもね申し訳ないんで、申し訳ないかつめんどくさいんで、 86×2 引こうかな。これちょっとあるんちゃうか。来た来た、ヒロドイツ ST? あ、ポップか。待って、ヒーローは、テベス、テベス来い、あチェスコリだ。チェスコリ、ありがとう。ナイス。まあ、でも結構、いや、当たってますよ。普通に。あ、ポップ被ってるやー。被ってまんが、あーう。まあちょっとこれは復元できたら復元します。ラスト行こうかな、ラストもう一回 8×2 名
引いて今週は終わろうかなと思います。さあ行きましょう。はいどうだ、はいどうだ、来い、ほら来た、ヒーロー来た、ドイツオーバードル、キミヒか、頼む、テメス、テメス来いよ、来いよ、テメス、あ、テメス、I'm just saying.